仕事です。ちょっとあの車なんで揺れてたらすいません。今日暖かい。やべえ、ことごとく日本語のコメントがないよ。14時、今2時17分か。花粉やばい、マジか。そんな時期か。もう俺花粉多分ないんだよな、あんまり。休憩中の人もいるんだ、お疲れ様です。重度の花粉症です。かわいそうに。パン焼いてる。今日寝れた。今日5時間ぐらい寝ました。十分。じゃあスニーカーの話しよう。マイケルコース気に入ってます。最高です。絶賛二日酔いしてます。飲んでないな、お酒。いつから飲んでないんだろう。去年のバースデーイベント以来飲んでないかな。去年のバースデーイベントで飲んでるのが意味わかんないけど、でも去年のバースデーイベントの最後に飲んだテキーラ以来、今年入ってまだ飲んでないかな。まあ一回だけ飲んだ気がしなくもないけど、あ、違う違う、去年の年末に仕事の打ち上げで飲んだんだ一回。それ以外か。それ以来飲んでない。ガンツは俺飲んでない。フェラーリの試乗会では多分俺お酒飲んでないっすね。多分。私なんか毎日飲んでるのに。やめな、お酒は体に悪いから。俺は勧めないよ、お酒は。お酒系の仕事は結構断ってる。申し訳ないけど。でもテキーラの仕事はやる。テキーラは好きだから。何の話だ。今年飲んでないと思うな。わかんない。覚えてない。記憶にはないな。お正月に飲んだっけな。飲んでないな。多分。わ、しんのすけ見てるじゃん。しんのすけ最近インスタライブやってたね。しんのすけつなげんの今。今つなげんだったら俺つなぐよ。いけるならコメントして、しんちゃん。
お水の CM はする。俺のようなそんなに好感度がない人間にお水の CM なんか来るんでしょうか。ハロー。しんのすけ反応ないね。いやいやいや、ハロー。藤原季節さんと久々の久しぶりの共演作品が楽しみです。私たちは大人ね、映画の面白かった。すごい試写。面白いです、すごく。見てほしいな。こういう人いるわっていう人たちがいっぱい出てきた。今寝なきゃいけないけどライブ見てみよう。寝て寝てください。あ、メンズユニットさんの記事読んだ、ありがとうございます。ぜひ読んでみてください。次のイベントはいつですか？いつだろう？いつだろう次。年内あんじゃない？わかんないけど決まってないけど、一個別にバースデーのイベントがあるかもしれないし、ファンクラブの2周年のイベントがあるかもしれないし、その前になんかイベントがあるかもわからんしな。なんかその単独のイベントはわかんない。そのなんかどっかブランドさんと一緒にとか、そういう風にやるトークショーとか、そういうなんか外から声をかけていただいた場合のなんかイベントはあるかもしれないけど、今んとこなんか僕がやるようなイベントは決まってないな。やれたらいいですね、今年も。なんかくそ過激だよコメントが。生きて。俺しんのすけのコメント漏れてんのかな。つまらなそう。つまらなくはないよ。俺がつまんないっていうか、見てるみんながつまんないんじゃないかなってちょっと心配してます。どちらかというと今これ楽しませるの僕の方だからね。今日はたまたまヤスピラットにインスタライブ見れて嬉しいね。よかった、ありがとうございます。今日のコーディネートはどんな？今日は仕事でこの後衣装とかがあるんで、すげえ楽なやつです。一番楽なやつです。全然今日とかそんな。あれ？出れるじゃん。お前ぐちゃぐちゃだな。はいはい。ぐちゃぐちゃだな、見た目。え？見た目がぐちゃぐちゃだな。そうなんだよ、普通にね。ちょっと外歩いてます。大物芸能人みたいな見た目だな。フードかぶってマスクしてメガネして。いやこれ寝起きだからさ。ガチの寝起きなんだよ。もうちょっと映してよしんちゃん。俺を？うん、もうちょっと見たいな。やばい。
映っちゃいけないものが映りそうです。ああ面白い。いやガチの寝起きなんですよ。うん。場所わかるしな大体。いや桜井さんは分かっちゃうよ。うん。そうなんですよ。でコンビニ行ってましたコンビニ。そうなんだ。はい。そんなもん映さなくていいよ。そうなんか。うん。インスタライブをさ、うん、僕もちょっとやりたいなと思ってはいて、いやこの間やってたじゃん、ね、いやそれはもちろん継続的にね、うん、やってみたいなと思ってはいるんですけど、なるほどね、だから何をしたらいいのかよくわからないんですよね。わあ、うん、なんかうまくアドバイスを欲しいです。思い出話してじゃあ、なんか思い出話、うん、基本的に過去振り返ればいいよ。でそれを経て未来をどう動きたいかって話をし続けてみて、うん、あとはなんか質問コーナーじゃない。まあそうだよね。質問でコメント拾いまくる。コメント拾いまくる。ああはい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 。でもこの間楽しかったっていう、あしんちゃんが見てからめちゃくちゃ俺の今これ観覧数減ったんだけど。それはやだな、困るな。謎のおじさん出てきたからね。インスタライブでもしんちゃんやった方がいい、いっぱい。え、今日とか桜さん夜出れないの？うん、俺が出るかどうかわかんないな。出てくれよ。タイミングにはよるよね。ああまあね。この間も俺本当にネットリックス見てたんだ。この間見てた映画の話していい？しなくていいわ。なんかね。してくれよ。急に、うん、昆虫が地球で暴れ出す映画見てた。おい急に。それテラフォーマーズじゃねえの？違うよ。違う。テラフォーマーズじゃないよ。あれはしかも火星だし。ああ。火星で G が暴れる話で。でもうどんどん減ってくじゃん、人数。マジで。600人減ったぞ。ふざけんな。なんでだよ、なんでだよ。どうなってんだよ。またね、インスタライブ頑張ってください。うん、気が向いたら今日もやるわ。はい。気が向いたら。じゃあね。はい。何だったんだよ。めちゃくちゃ減ってるもんな。びっくりした。すげえ、どんどん増えてってるぞ。どういうこと？あ、そういうわけでもないか。まあいいや。仕事に行かなきゃ。頑張ってください、お仕事。全然、まだだ。まだつかないね。こっちも受験終わってやっとインスタライブ見れた。お疲れ様です。受験インスタライブに字幕をつける必要があります。字幕つけるのインスタライブに。同時翻訳。今日は仕事休みだから見れて嬉しいです。俺も今日でも夕方ぐらいまでだね、お仕事。就活中です。応援してほしいです。頑張れ。今日のお仕事遠い場所ですか？1個目がちょっと離れてて、今都内に戻ってる感じかな。昆虫が出る映画ってあれかな？どれだろうね。すげえ面白かったよ。お仕事休みで見れて嬉しい。お疲れ様です。寝たい。でも見たい。寝てください。仕事復帰です。もうすぐ。頑張ってください。
花粉症大丈夫かな僕は。今大丈夫ってことはやっぱ花粉症じゃないのかな。熱下がりそう、熱出てんの大丈夫かい。車用意しますか。すればしてないです。海外の人たちたくさんいるね。インスタグラムはやっぱ海外の方が多いよ。とてもありがたいです。本当にありがとうございます。オンラインお話会もうすぐだね。確かに3月21日だ。予行練習ということで顔がほとんど見えてない。うん、ちょっとぐしゃぐしゃだから。鉄砲坂最高でした。ありがとうございます。嬉しい。3日前に高校卒業した。おめでとうございます。若いね。高校なんてもう12年ぐらい前だ。お、しんのすけだ。あと10分15分かな。ヒマラヤの動力見に来たらいいだから。ああ、ヒマラヤスポーツかな。インスタライブってどんくらいの間隔でされてるんですか？いや、特に決めてないっすね。こうやってやれるときにやってます。今日アクセサリーつけてますか？今日つけてないね。あ、指輪だけつけてるか。まあ。そう、もうそろそろにしとくよ。長すぎてさ、中だるみしてもあれじゃないですか。今日遅くまで仕事、いや今日夕方ぐらいまでです。おお、海外の方の熱い思いが。まあでもそうだよね。みんな働いてるでしょ、今の時間。そりゃそうだよね。いくつかのタコスに行きましょう。タコス食べるの？メキシコってこと？お話し会楽しみにしてます。僕も楽しみです。ありがとうございます。インスタライブ見れたからこれからの仕事頑張ります。もうそれそのためだけにやってるみたいなとこはある。この仕事もはや仕事とも思えないレベルで。あー、休憩終わる。頑張ってください。お客さん来ちゃったら仕事戻ります。いってらっしゃい。頑張れ。仕事しながら見てる。頑張ってください。仕事しながら見れるんだね。俺も今仕事しながらインスタライブやってるんだけどね。それぞれいろんな働き方があるよな。みんな何のお仕事してんだろう。優しすぎる宇宙民さんがオンライン一枠譲ってくれました。もう優しい、その人嬉しいな。そういう風にしてくれる人がいて。いやみんな何の仕事してるの？それが気になる。みんな仕事戻るか、私もそろそろ戻ります。いってらっしゃい。休憩中、お疲れ様です。あ、テレワークだから仕事しながら見れてる。なるほど。
テスト週間中で勉強する気になりません。まあそうね、俺も勉強はあんま俺もちゃんとしてこなかったから何とも言えないよ。でも俺ほんとすごいと思う、勉強とかしっかり頑張れてる人は尊敬するよ。看護師、今日は夜勤です。お疲れ様です。医療従事者です。お疲れ様です。いつもありがとうございます。学習日、家でどうかな。スーパーのレジしてます。お世話になってます。スーパーのレジお世話になってます。行ったことあるお店かわかんないけど、在宅だから見れてます。航空写真を使う仕事です。なんだろう、そんな仕事あんだ。なんかすごいね、かっこいい、専門的で。お疲れ様です。航空写真、まあでもあの僕もあのスマホのマップとかでたまに見てるんで、お世話になってます。こっそり試着室で見てます。服を着てください。動物看護師です。お世話になってます。しんのすけ、職業自由人です。ありがとうございます。ホストみたいなこと言わないでください。卒業おめでとうって言ってください。卒業おめでとう。これ卒業しましたってコメントでも俺多分卒業おめでとうって言うからね。ジェラート屋さんで働いてます。なんか可愛らしいね。お疲れ様です。ジェラートか、アイス食べたいな。痩せろって言ってください。別に痩せなくてもいいんですけど、オートファジーして食生活見直したら多分普通の体型で戻りますね。痩せるというか戻ります。どれが職業なんていうの、職業、あの職業なんだろう。桜田通りです。なんか急にコメントに本当に日本語がなくなってしまった。時差とかで今見やすかったりするのかな、海外の人の。ゼップツアーと桜田園の期間で2キロ痩せました。おお、健康的に痩せてるのなら何よりです。確定申告中待ちです。わかるよね、その時期です。はい、お昼食べましたか。食べてないです。多分今日夜まで食べないかな。ジュース頼もうかな、また後で現場着いたら。オートミールで痩せれました。オートミール。あんま詳しくないな、俺そこら辺。オートミールね。あと1ヶ月で春休みが終わっちゃいます。そんな長いっけ？春休みって。昨日主人が確定申告してきたようです。大切です。お疲れ様で、30なの信じられない。俺も信じられないよ。全然22とかがいい、まだ。甘えたこと言ってるけど。30か、俺。いろいろ考え直さなきゃな。街中で声かけられますか？全然かけられないです。僕なんだ。歩かんだ、街。そんなに。アーカイブ残りますか？まあ、残そうかな。ちょっと迷ってる。しんちゃんがコンビニの商品移しちゃったから残さないかも。30歳の桜田は素敵です。本当ですか？街歩かないっすね。
あんま出かけないっすね、そんなに。おやすみです。愛犬と遊んでます。孫と遊んでます。素敵。いや、全然22でもいけないのよ。本当の22歳と並ぶと無理なの。それ知ってる。57歳になります。年を重ねるのも素敵よ。いや、素敵なお言葉ありがとうございます。励みになります。まあ、脳みそと心はね、いつまでも若くいたいかな。見た目は別にいいんだ、俺も自分の、まあ、なんかその気持ちとか考え方がどんどんそのなんかそうなっていくのが嫌だ。なんか若い時の方がなんかもっと元気だったし、もっとなんか荒くれてたりする。もっとなんか一個一個に激しさがあった気がするわ。もう真っ暗じゃん今。最近ドリクの沼にハマりました。俺別に沼作ってないよ。ハマっちゃったんだね。でもそろそろかもしれない俺。うん、そろそろ着きますねこれ。でも荒くれてたって別にそんなそんな荒くれてはないけど、なんか今よりもっとなんかあすごい、あの今も別に後先考えてはないんだけど、昔の方がなんかもっと勢いがあった気がする。なんか生き方に。じゃあそろそろ着きそうなんでこれぐらいにしておきます。さっきお客様にドリ君のお話しました。いいのそれは。突然のインスタライブありがとう。こちらこそ見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。お仕事頑張ります。みんなもまだお仕事ある方は頑張ってください。頑張ります。友達にドリ君布教してます。大丈夫ですか。迷惑になってないですかね。残りのお仕事頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。まあ今日は楽しいお仕事ですから。